途中とは、中国原産の落葉鉱木。途中目途中下を構成する唯一の種である。一家一族一種で、クロンキスト体系では、独立した目として、途中目に分類されたが、APG 分類体系では、ガリア目に分類される。中国大陸原産、私有一種。葉は、ニレヤケヤキに似た、楕円形。花は、緑色がかかった白色で、実は、翼か。 20年程度で樹高20メートルほどに成長する。化石が中央、ヨーロッパ及び北米で見つかっており、およそ6000万年前は多くの地域で繁殖していたと考えられているが、現在では中国以外では確認されていない。樹皮は漢方薬の原料として使われ、若葉はお茶として利用される。途中の樹皮や枝を折ったり葉をちぎると、白色乳液の進出が見られる。 この乳液は、ガタパーチャと呼ばれ、天然ゴムとして利用される。途中は寒冷地でも育つ天然ゴムの産出儀として知られる。カフェインは入っていないので、妊婦や子供にも問題ない。途中の樹皮は、途中という生薬名があり、医薬品として扱われる。これは腰痛、足腰の倦怠感解消、頻尿、肝機能、腎機能の強化、高血圧に効果があるとされる。 歯を煎じた途中茶は血圧の効果や肝機能の向上に効果があるとされる。日本国内では1970年代に途中茶ブームが起こるがすぐに下火に。その後、日立造船員の島工場バイオ技術部が1987年から肝、ペットボトル入りの途中茶の製造、販売を開始し、体、喜ぶのキャッチコピーなどで販売に努めた結果、 1994年から翌1995年にかけてで大ブームを起こし、再び脚光を浴びた。中国からの輸入品も多いが、国内でも広島県尾道市インド島以外に、長野県稲地方や秋田県大仙市、旧中仙町でも栽培されている。2006年7月、テレビ番組で、インド島産の途中茶が特集されて三旅ブームが起こり、 因島途中茶は店頭やインターネットでも入手が非常に困難になるということもあった。なお、現在は日立造船バイオから2003年に途中茶事業の譲渡を受けた小林製薬が一部地域で途中茶のテレビ CM やプロモーションビデオを流していることもある。ただし、因島で生産されていた途中の葉は事業譲渡された。 小林製薬の商品には利用されておらず、すべて地元ブランドの陰の島途中茶として販売されている。日本では平安時代に貴族階級で和途中という競争材が使われていたが、これは途中化の途中ではなく西金義化の真っ先とされている。日本に途中が導入されたのは1918年とされている。ありがとうございます。